侍様、お助けください。どうした？娘が何日も家に帰ってこないのです。逃げたのではないか？そんな子のものですか？探してください。母もそなたのように俺を守ろうと必死だったな。この辛さ分かるでしょう。最後に見た場所は道場です。私が先に帰ってあの子も戻るはずが、そのまま行方知れずに。探してみよう。クメを見た者がおるはずだ。クメという娘を探しておる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。試練者め。クメという娘を知っておるか？アキュードの娘か？まあ知ってるよ。でも何日も見てないな。心当たりは？悪いが知らないね。クメという娘を探しておる。そんな女知らないし、知りたくもない。どっかに行け。もしお侍、こちらへ。その娘を知っております。まことか？はい。ですがここではついてきて。やはり何か裏がありましたか？そのようだ。幾日も戻っておらぬらしい。ここでならお話できます。クメとは馴染みで、最後に見たのは仕事の仲立ちと出て行った姿です。仕事とは何だ？宿の下女です。母親のために金を稼ぎたいとか固く口止めさせられていたのですが。宿はどこだ？街道の先の沼中です。お前を選んでよかった。沼中の宿、クメがおるはず。
かいるようだ。また音が聞こえたら知らせろ。もういいだろう。武士らしくはないが使い手がある。助けて。あいつらが無理やり誰も傷つけたくなかったのに。何をやらされた？人を騙しました。道端で助けを求めながら誰か来るのを待って、多くが立ち止まり、助けてくれる人もいました。もう終わった。家まで送ろう。
勝負。引けば生きて返してやれ。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。知れ者めが。浪人と話すのを見て、その後私も話を聞いてみたのです。勇ましいな。相手が浪人で怖くはなかったか。我が子を失うことに比べれば怖いものなんて。もう一生母さんに会えないかと思った。